雑誌、ユーゲント、病誌ユーゲント、シュティールは、1896年に刊行された雑誌、ユーゲントに代表される、ドイツ語圏の世紀末美術の傾向を指す。ユーゲントは、若さ、シュティールは様式を意味するドイツ語で、アール・ヌーボーと意を同じくし、青春様式と表記されることもある。19世紀末から20世紀の初頭にかけて展開し、絵画や彫刻の他にも、 建築、室内装飾、家具デザイン、織物、印刷物から文学、音楽などに取り入れられた。19世紀末頃になると新古典主義などに代表される歴史回帰、折衷様式は悪趣味と言われるようになり、芸術家たちはそれまでにない新しいスタイルを求めるようになった。フランツ・フォン・シュトゥックらによって1892年にミュンヘン分離派が結成され、 旧来の芸術を批判し新たな芸術を施行する活動が展開される。この運動は、その後ベルリンやオーストリアにも波及し、ベルリン分離派やウィーン分離派の活動につながった。当時ドイツ世紀末芸術の中心地であったミューンヘンで刊行されたユーゲントは、イラストレーションの多い大衆的な雑誌であった。石版釣りの斬新な表紙や、 都会的で若々しい感覚のイラストレーションが評判になり爆発的成功を収めた。ここからユーゲントシティールという言葉が生まれた。やがてミュンヘイニアベルリンを中心にした若い芸術家による芸術運動の傾向全体を指してユーゲントシティールと呼ぶようになった。1 8 9九年にはヘッセン大公であったエルンストルートヒの将兵によりダルムシュタットに芸術家村 マチルダの丘が形成され、ドイツ語圏における有限とシティール運動の中心的役割の一つを担った。有限とシティールは構成と装飾の一致を理念とし、美や快楽と実用性を融合させることを主たる目的としていた。美術、工芸デザインに見られる有限とシティールは動植物や女性のシルエットなどをモチーフとし、柔らかい曲線美を特徴とする。一方、 直線平面を強調し、やや左右非対称の幾何学的な模様を使用する傾向がある。有限とシティールの建築は、完結で機能を重視した形態が重んじられる一方、一度限りの芸術性、唯一無二のデザインが尊重される。そのため、装飾型、貴族主義などの批判を受けることがある。有限とシティールへの影響としては、日本の浮世絵やフランスの後期印象派が挙げられる。 また、イギリスの新しい工芸運動、アーツクラフツの動きからも強い影響を受けている。ダルムシュタット、芸術家村アトリエまた、ウィーン分離派の芸術家たちも、有限トシティールの動向に含めて論じられる。ありがとうございます。